こんにちは、真田光明です。今日はですね、シラの美学999の失敗のお話についてお話します。世の中経営者はたくさんいるんですけれども、ビジネス投資の世界で必然の成功だけを狙って続けられる方は一体どれだけいるでしょうか。成功できる経営者の存在確率は経営者の3000人に1人、5000人に1人と言われてるんですね。俺こうやったら失敗したよ。999の失敗の話はよく聞けるんですけれども、必然の成功の話をなかなか聞くことはできません。こうやったら狙って成功した、継続して成功した、そういう部分に本当は学びの価値っていうものがあるんですけれどもね。ビジネスのセミナー、株のセミナー、不動産投資のセミナー、世の中いろいろあるんですけれども、100言っても99以上はフェイクです。継続的な必然の成功の話を聞きたいわけなんですけど、これらのセミナーでは偶然的な成功の話をさぞかし必然かのごとく後付け的にですね、論理的に話しているものばかりなわけなんですね。講師のお話をメモをしながら聞いていくとですね、それって再現するのに魔法使いさん必要ですよね、そういうところにぶち当たってしまうわけなんです。しまいには講師の方がですね、私もたまには失敗することもありますよとか笑いながら言い出す始末です。じゃあどうやってその話をもとに成功を再現するの、僕たちにとっては疑問だけが残ってしまうわけなんですね。大富豪ファーザーは45年以上ビジネス投資の世界でただの一度も負けることなく生き残り続けてこられたお方です。必然の成功の話だけを僕たちは聞くことができるわけなんですね。だから僕たちは時間と労力とお金を使ってでも毎月直接世界各国ですね、ファーザーの赴くところどこにでも出向いてですね、ご無理をお願いしてお時間を作っていただいて直接学んできたわけなんですね。大富豪ファーザーもおっしゃいました。100冊の本を読むより1冊の本物から聞いた方が良い。皆さんもですね、999の失敗の話から学ぶよりですね、たった一つでもいいんで必然の成功の話を聞いて、そこから学んで腑に落ちたところを元にですね、自分自身の成功のために歩んでもらいたいなっていうふうに思うわけなんですね。